亀岡慎一は、日本のゲームクリエイターキャラクターデザイナー、イラストレーター、元株式会社ブラウニー・ブラウン元、代表取締役社長、現株式会社ブラウニーズ代表。他業種の会社に勤めた後、1991年頃、株式会社スクウェアに入社。スクウェアの 2D グラフィックス前世時代の世代の、コンピュータゲーム、グラフィックデザイナーである。 スクウェアに入社する前、漫画家をしていた時期があり、亀岡、新太史というペンネームを用いて活動していた。デビュー前に、小学館の新人漫画家のコンテストで入選したこともある。現在も、広告用イラストのサインなどに、亀岡、新太史や亀岡審判のペンネームを使っている。聖剣伝説2、聖剣伝説3、聖剣伝説レジェンドオブマナー。 新薬聖剣伝説、ジョコボスタリオン、マジカルバケーション、マジカルバケーション5つの星が並ぶ時などのキャラクターデザインを担当。デザイン面以外では、マザーさんや聖剣伝説ヒーローズ・オブ・マナの開発プロデュースを担当している。1999年当時、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナ発売前後のスクエアは、ファイナル・ファンタジー8の記録的売り上げと、 フル CG 映画版、ファイナルファンタジーの制作費増大を受けて、2000年に1月、同社の売れ筋である、ファイナルファンタジーシリーズ、3D グラフィックスのゲームソフトへの開発資源の集中投入、ひいてはこれまで、聖剣伝説などを作ってきた従業員の転属及び再配置、聖剣伝説シリーズに代表される、2D グラフィックスのゲームソフトの開発縮小方針を打ち出した。 通称 FF シフトと呼ばれる会社の変質は 2D グラフィックスのゲームソフトを作ってきた亀岡の退社を決意させる。2000年2月頃、後の会社立ち上げメンバーになる穴沢裕樹、津田浩二、井上信幸と共にスクウェアを退社。2D ゲームを主力とする携帯ゲーム機、ゲームボーイアドバンスの発売を控えていたニンテンドー株式会社の出資によって、 2000年6月30日、株式会社ブラウニー・ブラウンを設立。同社の代表取締役社長に就任。キャラクターデザイナー業と社長業の二足のわらじを履く。2013年2月1日、同社は1、アップスタジオ株式会社に、社名変更、亀岡は同社社長を退任。2013年2月14日、新会社、ブラウニーズの設立を発表。 同年3月1日から公式サイトも開設された。その絵は独特。わかりやすく言えば、クレヨンと水彩絵の具で描いたような少年漫画キャラクター風である。頭身が低い割には、やたらと年不相応の筋肉や腹筋を意識した、健康児的な肉体であり、手足の比率も太い、極端気味にデフォルメしてある。それは、少年キャラクターだけではなく、女性、大人。 老人キャラなども例外ではない。目や眉毛などの顔のパーツは糊で貼り付けたような感じになっているので、ポーズを取った感じもリアルな感じよりはコミカルな感じに仕上がっている。逆に言えば過激な表現でも露骨さがない限りは感じにくくなっている上に 2D ゲームにおいてドット絵との相性がとても良い。マジカルバケーション5つの星が並ぶ時あたりからはやや、 一般アニメ的な美男美女の要素も取り入れ、闘神のバランスも安定、キャッチーな絵柄に変化した。聖剣伝説3で仕事を共にした、背景グラフィックスデザイナーの津田浩二と、聖剣伝説レジェンド・オブ・マナー以降、共同で、イメージイラストを描くことがある。キャラクターを亀岡が手掛け、背景画を津田が描くといった、役割分担である。趣味は球技、折り紙、勝負時。 ブラウニー・ブラウンのスナップでもスポーツをしている姿が確認できる。ゲームはそれほどする方ではないらしい。思い出のゲームはドラゴンクエスト2悪霊の神々。サガフロンティアの開発2部や聖剣伝説レジェンド・オブ・マナのアルテマニア内のコメント欄で似顔絵を送ってほしいとコメントしている。その影響かマジカルバケーションや新約聖剣伝説の発売時にブラウニー・ブラウンの ホームページでユーザーのイラスト企画が行われている。マザーさんの時に企画、シナリオの糸石毛里から T シャツ社長の肩書きをもらっている。また、無類の練乳好きであり、2009年に社内で行われた誕生日会では、練乳社長と書かれたケーキが渡された様子が、同社ホームページに掲載されている。以下、スクウェア時代以下、ブラウニー、ブラウンジが以下、 ブラウニーズ時代、ありがとうございます。